動画のご視聴ありがとうございます。旅する君の話の場をしんです。この動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。現在地は宮城県仙台市の太子堂駅です。その前に改札を抜けてしまいたいなと思います。というわけで改札口で18切符の確認をしていただいて駅舎の外へ出てきました。で、今回何をするのかということなんですが、午前中のうちに岩手県平泉町を散策していたんです。全て歩きでしたから結構ハードな散策でして、まあヘッドヘッドで、それで東北本線を3時間ぐらいかけて太子堂駅まで来まして、ちょっと体を休めたいなということで、この旅行シリーズ岩手県の花巻の方で2日間ゲストハウスメインさんにお世話になったんですけど、実はもう1箇所この撮影の直前にこの太子堂駅が最寄りのゲストハウスさんを予約取ることができたんです。直線の予約の場合って結構そこそこいい値段がするような気がするんですけども、ゲストハウスメインさんとほぼほぼ同じぐらいの宿泊費で予約できたので、ただ天気が良くないんです。まあ大雨ではないので、雨を避けながらなんとかこのゲストハウスに向かって、要するにこのゲストハウスをご紹介しますという、そういう内容です。至らないところもあるかもしれませんが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では雨がポツポツ降ってますので、大雨にならないうちにゲストハウスの方へ行ってみたいと思います。太子堂駅からはここで約15分ぐらいということです。早速向かいましょう。思えば本当に今回の旅行って雨に続く雨にやられてる気がするんですよね。本当に台風にはやられるし、比較ってあんまり意味がないような気もするんですけど、太子堂駅の周辺は意外とスーパーだとか小売店が揃っていると言いますか、そこそこ便利はいいような印象はあります。今回の旅行で2日間滞在した花巻の駅周辺はどちらかというとスッキリしたイメージがありました。しかしまあ似たり寄ったりのパターンですね。ゲストハウスメインさんの時も雨だった。心配してた雨の方が止みました。これならなんとかなりそうだ。目の前に旧ザル川という川があるんです。ほとんどなんか草だらけですけど、川と言っていいのかどうかわからないんですけど、一応川として流れてるのかな、わかりませんけど、この先に今回一晩お世話になるゲストハウスひばりさんがあります。見えてきました。看板が見えました。意外とすんなり見つかってよかった。では早速チェックインしましょう。ここが今晩お世話になるお部屋で、使わせていただくのはこちらのベッドです。奥のコンセントがあります。2つあるのでおそらく大丈夫かなと思います。ここが浴室です。バスタブ見えますけど使うことができなくて、実質シャワーだけしか使えないみたいです。お湯気としてはボディーソープとシャンプーがついています。この辺りはゲストハウスメインさんと同じですね。だいぶ汗かいてるので汗を流したいと思います。
というわけでゲストハウスひばりさんで一晩過ごしてまた新しい旅をする準備が整いました。ゲストハウスひばりさんについての情報をいくつかお伝えすると、今回の宿泊費1泊3200円決済の方法なんですけれども、バーコード決済、クレジットカード、現金も対応しているので本当に使いやすいと思います。ドミトリータイプといって相部屋式なので気にならない方にとっては本当にリーズナブルで過ごしやすいゲストハウスなんではないかなと僕は感じました。それで実質的にはこの旅行動画は最後になるんですけれども、撮影の順番としてはもう一つ大事な忘れてはいけないものが残っていますので、この動画をご視聴いただいたご挨拶はまた別の場所でさせていただきたいなと思っています。そしてなんやかんやありまして、まもなく終点宇都宮、宇都宮これっては左側です。というわけで出発地の宇都宮駅に戻ってきました。出だしの方では台風の接近で一体どうなるんだろうとヒヤヒヤしながら始まったこの岩手貧乏旅行編ですが、振り返ってみればいろんな人との出会い、そしてこの土地でしか味わえない貴重な体験をさせていただいて充実した旅行になったと強く実感しています。青春18切符という特急も使えなければ新幹線も使えないというデメリットもある一方で、逆を言えば途中途中で乗り換えのために立ち寄るその駅でちょっとした発見があると、今回は時間がなくてできなかったけど次はやってみたいなという好奇心が芽生えてくると言いますか、こんな学びの多い旅でもありました。至らないところもあったかもしれませんけれども、ぜひ面白がっていただければ本当に嬉しいです。そんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。また次の旅行シリーズ楽しみにしていてください。もっともっと頑張っていい旅をお見せしたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。